さんベスト更新。どこ行く？楓ちゃん、どうしたの？榊さんの。お水飲む？榊さんのせいです。え？榊さんが恋愛しないとか言うから、熊沢くんまで恋愛しないとか言っちゃって。私言ったよ、直達くんがそんなことする必要ないって。撤回してください。は？恋愛しないってやつ、榊さんが嘘でも何でも撤回したら熊沢くんもそんなこと言わなくなるんじゃないですか？なんでそんなこと人に指図されなきゃいけないの？楓ちゃんには関係のないことでしょ？関係ないけど、ずっとここら辺がモヤモヤするんです。毎日24時間…楓ちゃん、直達くんにはもう一度強く言っておくけど、自分の恋愛がうまくいかないのを人のせいにする女にはなるな。お邪魔しました。